今回は伊豆大島へリベンジしたいと思います。おはようございます。ただいま朝の9時、気温は 28.6 度、湿度 60% です。雨が降ったので湿度も高めです。今日はね、伊豆大島から帰る日です。2泊3日楽しかったですけど、最後まで伊豆大島を満喫したいと思います。いや晴れてる、終わったね。なんで最終日が晴れなんでしょうテントの撥水加工をした結果ですね。こちら今は水を弾いているように見えます。一昨日は伊豆大島で土砂災害が出るぐらい大雨が降ったんですよ。でその時はですね、こちらのテントの表面というよりこういった隙間、切れ目のところですね、ここから水がね入ってきてましたね。グランドシートも水が溜まってしまったので、下からね浸水してきたかな。中がねかなりびっちょりになってました。昨日も少し雨が降りました。そこまで大雨じゃなければこのように水を弾いてくれますね。まあ、土砂崩れが発生するほどの雨だと撥水硬化してもどうしても浸水しちゃいますね。ちなみに撥水加工がね切れてきてるというミヤさんのテント、こちらを見ると水を弾いてるというより染み込んでるっていう感じですね。撥水加工をするとこちらのテントのように水のね粒ができて弾いてくれてますね。撤収完了。だマジ疲れた。片付け OK です。よし行くぜ。行きましょう。ほら昨日水浸しだった。イベントステージも水が引いてますね。すごい雨だったんだな。ビフォーアフター見れると最高だよね。すげえ。なんだここは、宴会場、コンサートホール、水浸しになってます。昨日の夜はこのぐらい雨降りました。ビフォーアフター見ると雨のひどくさ分かっていただけますかねっていうね、キャンプ場でした。10月なのに花が咲いている。やっぱ暖かいのかな。今日は朝暑い、夏じゃん。タブコを見晴らし台、いやこれいい景色ですよ。ほらどうですか、海が青いね。いやいいね。はいよ。お大島牛乳これ食べようぜ。いいっすね、ありがとうございます。暑いし、なんだ結局今26、27度あるでしょ。そう絶対あると思います。マジで暑いっすもん。いいですね。うん、あ、甘い。牛乳感がすごい強い。うーん、おー真っ白。あ、牛乳感強めの。なんか濃そうですね。濃い濃い濃い。いただきます。あ、すごいミルキー。うん、うまっ。うまいっすねこれ。これ美味しいらしいよ。でも美味しいらしいから買ってきた。見晴らし台の前に見晴らし休憩所があります。ここにねアイス売ってましたよ。次はハブコのねこの辺に行きたいと思います。はい、ハブコ到着と言いつつ、あ船がすげえ音してる。まあ作業中ということで。うわ超水きれい。なぜここに来たかというと、じゃじゃーん、鵜飼商店。ここはコロッケ。あ見えるかな、来た。揚げたてコロッケ、これがねめっちゃうまいんでね、これを買いに来ました。さあ買いに行こう。鵜飼さんはねソース買ってこないとねいけないですよ。これがねワンポイント。これがね特大唐揚げ、これが一口ヒレカツかな。でコロッケとハムカツ2個、
どれ行きたい？とりあえず僕は定番のコロッケを行きたいです。じゃあ、はいよ。ありがとうございます。いただきます。これがめっちゃうまいんだよね。これはハムカツ。どうよどうよどうよ、ほら。やばくね、ほら。うまっ。揚げたて最高。揚げ置きじゃないからいいよね。あと油がうまくない？油うまいっす。うん。どうですか？このサクサク感。もうね、コロッケもホクホクで最高っす。ハムカツがカリッカリで、これ多分椿油で揚げてるからなんだよね。いや、でかいな、一口じゃねえじゃん。一口ヒレカツ、あちゃ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 、はい、一口ヒレカツ、うわうまそう。やっぱカツはヒレだよ。あ、うまっ。クッカメン、クッカメン、いただきます。ご飯食いたい、ご飯食いたい。うわ、やばらかっ。ご飯食いたくない？めっちゃ食いたくない。鶏、特大鶏の唐揚げ。やば、骨付きチキンみたい。うわ、やばい、サクサク。なんだって。めっちゃサクサクしてますよ。皆さんちょっと食べてみてください。食レポしろって。どうぞ。でも絶対うまいっす。油、油がすげえ。聞こえた？もうカリカリ感。衣がまずうまい。衣うまいっすね。マジでこんな鵜飼商店さん、大島来たらおすすめですせー。さあ、最後の岡田港。全然来ないですね。だいぶ深いところにいるんですかね。それでは岡田港の海へドボーン。豪快。いや、帰りの船が到着。多分あれ、さあ片付けだ。いや、東京に帰ってきた。違うわ。都会に帰ってきた。都会に帰ってきたよ。